どうもこんにちは。ディープディーパーディーペスト。来たね。今しっかりできた。俺のも合ってたかな、分かんないけど、しっかり。ディーペスト回じゃないですか。今回はディーペスト回。もうしっかりとね、全力のディーペスト。コメントで、はい、長文でですね、はい、おそらくノブは、スミさんのことが好きであろうっていうコメントがすごい書いてあったんですよ。クラスメートか。もちろん、好きですよ。好きですよ。人として。そうですね。仕事する相手として好きですけど、僕はこのディープディーパーディーペストが好きなんです。なるほどね。はい、それは分かってくださいね。僕は本当に好きです。そういう目で見てますけどね。今日は何ですか？今回はですね、ノブさん、ごもちでこうテンションが上がる言葉があるじゃないですか。オカルティストとしては、お金持ち。いや、オカルティストとしまってるんだけど、まあ何かね、これはもう決まって、ヤタガラス。ヤタガラスはね、結構聞いたことあるみたいな。これはね、マジでテンション上がるんですよ、なぜか。そのヤタガラスっていう響きは秘密めいたもんでなんですよ。で、実際これ日本代表のね、ここついとる、そうそう、そのヤタガラスなんですよ。で、秘密結社、こういう秘密結社のお話なんですけど、まあ秘密結社っていうと、ヤタガラスよりもね、全体的に一番最初思いつくのはね、フリーメイソン。これもものすごい有名ですよね。で、このフリーメイソンってなんだと言われた時に、まあ16世紀後半から17世紀初頭より活動しているとされる、まあ歴史ある団体である。で、この活動内容っていうのが一体何してるんだっていうと、世界各地で暗躍して政財界の裏側を牛耳っている、主に陰謀論で囁かれることが多い団体なんですよ。だけど、その日本には、そのフリーメイソンよりももっと古い歴史を持つのが、そのヤタガラス。めちゃめちゃ長い歴史が持ってる、はい、じゃあヤタガラスとは何だと。で、先ほどノブさんが言ったように、サッカー日本代表のシンボルになってる三本足のカラス、はい、これがヤタガラスだと、はい、これね、大ガラスじゃないんですね。あ、それあれだよ、袋に乗ってる大ガラスの次はデスフラッターしかいないからね。2回攻撃。これは正直でドラクエファンからすると、大ガラス、デスフラッターって言ったら絶対もう一体でいいんですよ。なぜかアリアハンとノアニールに出てくるだけで、もうカラス類がいなくなっちゃってるわけですよね。これはもう一個ぐらい絶対あってもよ。何の話ですか。ヤタガラスの話ですから、ドラクエに引っ張られちゃったけど、で、このヤタガラスの真ん中のタの部分の漢字、ヤタね、そう、で、これアタと呼ばれるものなんですけど、昔の長さの単位なんですよ。おお、そうなんだ。そう、だから一尺二尺とかで長さを表したりとかするように、この一アタっていうのは親指と中指と広げた長さ、はい、親指と中指を広げてみてください。はい、はい、それぐらいの長さ、これぐらい、だいたいこれね、約18センチ、かけ8だから、18センチかける8、皆さん144センチ、144センチってことは、だいたい村上ロックさんと同じぐらいの。いや、もうちょっとあるでしょ、ロックちゃん。ロックちゃん、もうちょっと。もうちょっとありますかね。もうちょっとだけ。あ、本当ですか。はい、まあ、それぐらいの大きさだったんじゃないかと言われてる。これからロックちゃんみたいにヤタガラスに見えてくるね、なんかね。それぐらいのカラスでもめっちゃ大きいでしょ。あ、でびっくりするでしょ、うん。で、現代のカラスよりもそれはすごく大きいと。はい、ヤタガラスというのはね、はい、日本神話では、まあ、神武天皇ですね。はい、まあ、神武天皇は何か日本の初代天皇です、うんうん。それの道案内をしたとされてるんですね。うん、和歌山県の熊野、今だと熊野古道で有名ですけど、熊野から奈良県の橿原までの道案内をしたって言われてるんですよ、ロックちゃんが。ロックちゃんが、いや、こっちなんですよ、こっちにスリラーハウスがあるんで。なんでスリラーハウスなの。いやいや、迷うで、あの人。地図も使えないからね。使えない、ええじゃないよ。で、案内したと、はい、で、橿原市って言えば、はい、天皇家ゆかりの橿原神宮があるところで有名なんです、はい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 、で、日本書紀では、はい、天照大神に使わされたとあって、はい、太陽の化身とも言われてる、はいはいはい、で、いわゆる古事記ではですね、はい、高見結びですね、日本を作る時の最初の神様の一人に使わされたともあると、はい、だけど実際はですね、古事記や日本書紀には、はい、ヤタガラスが三本足は書かれてないんですよ、うん。じゃあなんで三本足って言われるようになったか、三本足の由来っていうのがね、いくつかあります、ちょっと紹介しましょう。一つ、
日本神話の神の使いであることと中国の太陽を表す霊長が混在したっていう説なんですよ。めっちゃむずいね。だから日本のね、まあその鳥、神の使いであるっていう鳥と、うん、中国の太陽を表す鳥がいると、はい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 、その部分がだからミックスされて、ミックスされた、まあそれで三本足になったっていう説 ね、はいはい、で2つ目ポケモンだ、ポケモンリザードンとそなんかがこうね合体してあドラゴンモンスターだった、何かと、もう分からんでもドラゴンモンスターってやったことないから何かというんじゃない社会不適合者だからそれは、はい、2つ目ですよ、はい、太陽神に使える火の、女性、はい、姫って言うんですけど、はいはい、姫が祀られる神社の神殿が三つどもえだったからっていう神門ですね、いわゆるもう、はいうんうん、まあ、それが三つどもえだったところからその3という数字からヤタガラスも3本になった。で3つ目の説、3本の足はそれぞれ天地人を表して太陽から生まれたっていう説ですね、うん、まあ、ちょっとどれもなんとなくそんな感じあるかなみたいな、まあまあまあ、でちょっと番外編の知識が1つあります、はい、カラスっていう漢字、カラスを表す漢字ってね実は2種類あるわけですよ、うん、鳥って書く一般的な漢字と、ね、ちょっとこのね左側が、牙みたいな、はいはいはい、っていうカラスですね、はいはいはい、あこれねありますよね、でこの鳥の文字っていうのは、ウーロン茶のいわゆるウーですね、ウーですね、でこのウー鳥という字は象形文字なんですよ、へえ、あでもそうっぽいな、考えてみたら、うん、なんとなくあのね鳥と比べて一本横棒が足りないんですよ、ね、状態でいうとね、うん、でこの横棒っていうのは鳥の目を表すとされてる、うんうん、だけどカラスの目と体はどちらも黒いので分かりにくいと、うん、で横棒が一本抜かれたとか、うん、また難しい方のカラスの方はガーガーって鳴く声を表した形声文字って言われてるんですよ、うん、音その響きみたいな鳥が鳴く声をイメージしてつけた文字っていうことですよね、うんうんうん、だからこの難しい方のはわーあーって言ってるのを当てはめましたよみたいな、ちょっとそう言われてみるとそれっぽくなんとなくね見えてこないみたいな、うんうんうん、そんな説がちょっと番外編の知識でしたけど、はい、で続き、はい、なんて言ったかは僕も分かりません続いてをゲロ噛みしましたよ今人体ってランダムなんでね、自分が考えた音が出てこないんですよこの秘密を握ってるのはヤタガラスじゃないか、はい、秘密結社のヤタガラスは一体何ぞやと、何でしょう、始まりは神武天皇が初代天皇に即位するタイミングであったとか、はい、聖武天皇の時代であったりってね、はい、まあいろいろ諸説あると、はい、ちなみにね、神武天皇即位の時説は、はい、神武天皇よりも先にね、はい、まあ、大和を支配していた物の部氏がです、物の部氏ね、有名だよ、はい、物の部氏、物の部氏、そうですよ、国譲りっていうのをする際にヤタガラスとなって配下に入ったっていう話が出ていたりします、はいはい、ただどちらにせよ共通してあるのはですね、その存在が裏天皇であるっていうことなんです、うんうん、ヤタガラスはね最高位の大ガラス、うん、これ通称サンバガラスとも言われるんですけど、うん、大ガラスが3名、うん、上位組織の12ガラス、うん、デスブラッターだ12ガラス12名で構成されて、その下にも何十名かいるって言われてるんですよ、そういう組織で構成されてる、で12ガラスに大ガラスが含まれるか別々なのかっていうのちょっと分かんないんですけど、この一番上にいるとされる大ガラスの3人、うん、3人1組で、これね金氏と呼ばれます、でそれをっていうのがここで言う先ほど言った裏天皇にあたる存在なんですよね、なるほど、うん、でこの金氏は日本書紀に登場する伝説の鳥の子と言うんです、はい、神武統制で神武天皇が長曽根彦と戦っている際にですね、うん、天皇の弓に止まったと、それは、うん、でそれは強烈な光を放って相手の目をくらまして勝利に導いたとされる伝説の鳥、うん、で古事記のヤタガラスと登場場面が似ていることからですね、うん、この2つの鳥は同一されることもあると、うん、でヤタガラスそもそもがですね太陽の化身だと、はい、これ体にすると全体が太陽だと、うん、3本の足は左から人、地、天、その3つの意味を表すと言われていると、うん、そう考えるとヤタガラスっていうのはですね、ヤタガラスは天皇、うん、イコール太陽を支える3本の足ということではないかと、うん、とも裏天皇と呼ばれるだけあってですね、うん、実は一体何なのかと、そうですね、正体がちょっとね半然としないと、うん、でヤタガラスの主な役割、じゃあヤタガラス何やってるんだと、うんうん、
祭祀の際の仕切りとか、うん、天皇のに代わっての儀式の遂行、うん、国家安泰を願って日々国のために祈りを捧げるのが役割だと、うんうんうん、だけどかつては政治的な動きをしていたっていう話もあります、うん、でこの後で八田ガラスのね衰退と事件っていうことをちょっと紹介したんですけど、はい、明治時代に入るとね、八田ガラス急速にこう権力とか影響力っていうのがなくなっていくんですよ。ほうなくなっちゃう。ほうで徳川幕府の13代将軍、うん、まあまあパッと出ますよね。家持ち、うん、あ惜しい。家なり家重、うん、ですいや違いますよ。いや3名がそうですみたいないや違いますよ。家定ですよ。家定ね、まあ、確かにちょっとあんまパッと出てこないけど、はい、の頃に、まあ、いわゆる陰陽道っていうのがね、まあ、その昔の時代は重用されたものっていうのが重視されなくなったと、うん、で八田ガラスのまあその何ていうのかな宮中祭祀儀礼、うんまあ、天皇に関わって何かをするとかを、はいはい、みんなが軽視するようになったと、うん、さらに孔明崩御後孔明天皇が崩御した後に明治天皇のすり替え、うん、替え玉事件が起こったことで八田ガラスの力がまあ失っていったと。でここで天皇すり替え事件というのが一個起こるんですよ。江戸時代末期の1831年、第121代天皇の孔明天皇が即位したんだけど、これというのが1867年に急死するんです。でその翌年に孔明天皇の息子で睦仁親王という方が即位して、これが明治天皇となるんです。はいはいはい、だけどこの明治天皇は暗殺されて、大室虎之助、うんっていうのが明治天皇として入れ替わったっていう都市伝説があるんですね。都市伝説ね。そうあくまでね、はいはい、で明治天皇の父親の孔明天皇穏健派、はい、で倒幕派である長州藩とか、はい、岩倉具視からすると目障りの存在だった、はいはい、でそのため倒幕派は孔明天皇をこれね秘書で暗殺するんですよ。この時代でちょっと珍しい殺し方だと思うんですけ ど、ね、そして父親と同じく砂漠派穏健派だったら明治維新が進まないと思って、うん、倒幕派は即位したばかりの明治天皇も密かに暗殺してしまうと、うん、で長州藩に住む南朝の、末裔であるですね大村虎之助を明治天皇の替え玉にしてすり替えたっていうわけなんです、うん、まああくまで信さんが先ほど言ったように都市伝説です、はい、あくまでも仮説なんですけどね、うん、だけど即位前の親王の時の明治天皇とですね即位後の明治天皇では語られるエピソードからこの思い当たる推察できる人柄が全くの別人なんですよね。怪しいですね。で大の写真嫌いだったことだから替え玉すり替わり説っていうのが、まあ、出てくると、うん、でどれぐらい違ったかってことを前見てみましょう。まず即位前です、うん、どういう人だったか、うん内向的なインドア派、うん、聞き手が右利き、うん、乗馬は下品だと思っていた、うん、でいわゆるアバター顔ですね、うんうんまあ、肌の部分がボコボコしている肌、はいはいはい、じゃない、うん、で字が下手、うん、今のが即位前の名人のプロフィール、ねはいはいはい、で即位後です、はい、体格の良いアウトドア派お利き手が左利き、はいはいはい、乗馬と相撲が大好き、いわゆるアバター顔ボコボコの肌であった、はいはいはい、そして字が上手、あなんかイケイケですね。別人なんです、ね、全く、うん、イメージが全く違うでしょ、うん、絶対これ人変わっただろうとね。僕の中の勝手な明治天皇のイメージは、うん、やっぱ後者の方でしたね。うんなんかこうイケイケな方だなと僕は歴史を、なるほど、はい、でこのようなイメージが違うことから、まあ、日本の天皇家というのはですね、うん、神武天皇から男系継承等に一貫して行ってます、うん、で八田ガラスは、奈良時代からずっと天皇とかですね、はい、皇室のすぐ近くで天皇家を支えてきた、はい、でも明治天皇がすり替わってしまったため、明治天皇から八田ガラスは軽視されるようになったと。あ、まあ、人が変わったことによって八田ガラスがもう君たちはいいよってなった、うん、でそういう天皇周りから離れて力が弱くなってしまったんじゃないかなということなんですね。で八田ガラスは影響力は失った。だけど岡山県とか高知県でですね陰陽師の村を作ったりとかですね、反体制的な政治活動をすることで八田ガラスの支持者協力者を増やして勢力の拡大というのを、まあ、もう一度表舞台に出ようみたいな試みたと。で太平洋戦争、戦争が終わるとですね GHQ の新党司令や境内地の接収、他の秘密結社の解散、神社本庁の創設によって八田ガラスの力はこうさらにさらに小さくなってしまうんですよ、はい、だけども
ヤタガラスはまだ存在していて、うん、天皇とか、まあ、皇族のですね、葬儀を行う際の痩せ童子ということはですね、皇室の祭祀実務の職員でやったり、うん、上賀茂神社下賀茂神社の非公式神職などは、ヤタガラスのメンバーが担っていると言われています、うん、で特にですね21世紀になってからも、うん、ヤタガラスは存続を図るために、うん、自分たちが生き残るためにスターシードと呼ばれるですね、うん、独自に神道とみなした神の、わらべみたいな、うん、とみなした青少年をですね、少数人数スカウトして、はい、神道の教えみたいなものを基本として特殊な教育を受けさせて任意でですね次世代のメンバーとして登用していると言われるんですよ。我々が昔から培ったこのヤタガラスの何かそういうノウハウみたいなものを、まあ、君いいじゃないか、ヤタガラスに入らないかって言ってこう教育を受けさせているって言われてるんですよ。謎ですよね。誰が OK すんねんって話じゃないですか。いきなりね、どうかね、はい、ヤタガラスに入らないかね、保護おかしな人がいるよお母さんってなりますから。まあね、だからやっぱそのヤタガラスのことを知っている方の子供とかになってくるんでしょうかね、うん、まあ自分たちのね息子とかに、じゃあちっちゃい頃とかからなんかそういう教育を施してね、うん、まあ日本の祭祀の裏側にもしかしたら携わる面々として教育をしているのかもしれないですよね。まあでも聞きますけどね、うん、ヤタガラスの話はいろいろと。そうなんですよね、うん、だから日本に、日本で行われていることであったりとか、なんか組織、うん、そういうもしかしたらこの裏側にはこういう存在が今も本当に実在して暗躍活躍しているのかもしれないというお話でございましたね。ということで、まあ、現代の忍者じゃないですけど、なんかこう裏で ね、なんかこうなんかそうちょっと言ってるっていうなんかこうロマンはありますよね。ワクワクするようなね、うん、お話でありましたということで、はい、以上素晴らしいチャンネルでございました。いいペストでした。ありがとうございました。10月29日の土曜日にですね、東京 FM ホールで七不思議 YouTube チャンネル登録者10万人イベント銀の盾間に合うのかグランプリを開催いたします。よろしく。昼の部と夜の部の2公演でございます、うん、ここでしか話さないとっておきのですね怪談話とですね、視聴者が壇上に上がりまして、うん、実際に怪談を披露するスペシャルコーナーもあります。果たして銀の盾は間に合うのか。そうなんか。劇場チケットは販売中でございます。詳細はコメント欄をご覧くださいというところで、最後にももさん見どころを言っちゃって。夜の部が終わった後の我々の疲れた顔ですよろしくね。はい、いや終わってるでしょ、はい、試されてるあれそうでしょ。待ってくださいよ。なんて言えばいいんすか。怖い怖い怖い、なに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 、全然わかんない。最後ね、あ、これはかの有名、はい、OK です。なんなんだよ